費用の仕組みと主な施設の費用について解説していきます。老人ホームにかかる費用は、入居するときに支払う入居一時金と毎月支払う月額利用料があります。入居一時金は一定期間の月額利用料を前払いすることを指し、月額利用料は老人ホームで生活するための費用として毎月必要です。また内訳は、居室の使用料のほかに水道光熱費や食費などが含まれます。ではそれぞれの施設で入居一時金、月額利用料はどのくらいかかるのでしょうか。主な施設について解説していきます。介護付き有料老人ホームの入居一時金は0円から数千万円ほど、月額利用料は約15万円から30万円ほどと、入居一時金、月額利用料ともに幅広く設定されています。また介護サービスは要介護度ごとの定額制であり、それぞれの身体状況によって費用が異なります。住宅型有料老人ホームの入居一時金は0円から数千万円ほど、月額利用料は約15万円から30万円ほどと、介護付き同様に入居一時金、月額利用料が幅広く設定されています。一方で介護サービスは、入居者が外部の事業所と個別に契約し、サービスを利用した分に対して支払いが発生するのが特徴です。サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金は0円から数十万円ほど、月額利用料は約11万円から25万円ほどと、入居一時金、月額利用料ともに定額で設定されていることが多いです。一方で介護サービスは、住宅型と同様に入居者が外部の事業所と個別に契約し、サービスを利用した分に対して支払いが発生するのが特徴です。グループホームの入居一時金は0円から数十万円ほど、月額利用料は約10万円から15万円ほどと、有料老人ホームと比べた場合、費用を抑えて入居できることが多いです。また介護サービスは、要介護度ごとに設定された定額制であり、自己負担額は多くの方が1割、一定基準以上の所得の方は2割から3割です。特別養護老人ホームの入居一時金は不要で、月額利用料は約8万円から14万円ほどに設定されており、老人ホームの中では費用を格段に抑えて入居できる施設です。ただし安価であることが理由で人気があり、待機期間が長くなってしまう可能性が高いです。老人ホームの費用は、施設の種類、サービス内容、立地、設備などによって大きく変動します。老人ホームの入居を検討する際は、どのくらいの費用が必要なのかをよく確認し、希望条件に合った施設を選ぶと良いでしょう。